しくじり対談のゲスト、ひろしくんです。ひろしです、よろしくお願いします。飯田監督、俳優、脚本家、YouTuber、そしてホストいろんな肩書きでいろんなことをやる。どれがメイン？いっぱいある中での、自分の中でのメインは要は映画監督だ。そうですね。ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、幸福の科学という宗教ですよね。はい、宗教の総裁の、はい、長男です。長男です、はい、そういう方でございます。はい、でございます。はい、その俺さ、宗教とかって、はい、知らないんですよ。はい、幸福の科学って何なの？幸福の科学はですね、まあ、日本で、まあ、一番大きな新興宗教って言ったら創価学会があると思うんですけど、うん、それが業界最大手なんですけども、幸福の科学は業界2番手の新興宗教です。へー、どんなことするの？まあ、とにかく幸福の科学の競技としては、まあ、大川隆法、私の父親ですね、はいはい、が、とにかく神々の中でも一番偉い神様であるっていう設定です。っていう設定です。隆法は神様？隆法は神様です。あ、そうなの？はい、大仏様とかさ、あ、はい、キリスト教のキリスト様とかさ、はい、そういう人たちと一緒っていうよりもその人たちの上にいるってこと？ですね、まあ、隆法の設定としては、ブッダ、お釈迦様の生まれ変わりで、イエスキリストは、まあ、誰かから指導を受けてたっていうふうに、イエスキリストは言ってるんですけど、その指導をしてたのが隆法っていう設定です。キリスト教の人ってもうとっくのとおり死んでるわけよ。とっくに死んでます。もう何世紀も前の人よ。2000年前ぐらいに死んでるんですけども、なのにその人に教えてたってことなんだ、両方が。はい、っていう設定。絶対今の絶対 P ですよだって2000年前に死んでる人に教えるってどうやって教えるの？まあ、肉体には魂が宿ってて、イエス・キリストがその生きてた時代はその魂として天上界にいたと、まあ、天国から地上にいるイエス・キリストに、なんかイエスお前これしろよ、イエスあっち行けとか、なんかそういうことを指示してたっていう設定です。一番教団がバズってた時期は、まあ、東京ドーム5万人とかバンバンバンやってましたね。5万人集まるん？はい、集まってました昔は。はい、今はもうダメで、年に2回その大きな祭典があって、7月の、ご生誕祭っていう、まあ、誕生日イベが7月 で12月に、まあ、年末にエルカンターレ祭っていう、まあまあ、それはなんか年末の締めクリスマスパーティー、クリパみたいな感じのがあって、その2回は結構でかい会場でやるんですけど、まあ、埼玉スーパーアリーナとか、まあ、仮店とかでやるんですけども、もう最近もう埋まらなくてもうやばいんですよ。集客できなくて、信者さんが減っちゃって、信者さんが1万3000人ぐらいしかいないんですけれども、それだけだと埋まらないから、まあ、その取引先の会社の人とかをいっぱい連れてきたりとか、あと海外には結構信者さんいるんですよ。アジアとかに結構多くて、はい、今コロナで海外からその集客できないんで、だから埋まらなくてかなりやばいらしいです。お葬式の話いきなり飛ぶねんけど、はい、キリスト教のお葬式、はい、仏教のお葬式、はい、神社のお葬式、はい、ってあるやん、はい、幸福の科学はどこの葬式なの？あ、幸福の科学式です。仏教式だったらそのお坊さんが来て、でなんかポクポクポクやるな、あれの代わりに幸福の科学の職員さんが隆法が書いた経文みたいなのを読み上げるって感じですね。幸福の科学が持ってるお墓みたいなところがあって、まあ、そこにまあ遺骨を、まあ納骨してもらえるっていう、まあ、それでもう10万とか200万とかで、金が高くなればなるほど、一応隆法のお墓っていうのがもうあって、にも隆法が死んだ後に入るっていう、お墓がもう作ってあるんですよ。まあ、ピラミッド的な感じですね。があって、隆法の骨が入るところっていうのはもう決まってて、で金を課金すればするほど隆法の近くにその骨を入れてもらえるみたいな。いろんな質問をね、はい、考えてきたんですよ、僕は。はい、じゃあ、ひろしくんのしくじり人生と、はい、私のしくじり人生。そうそうそう。まあ、俺は知ってるのはさ、はい、バツイチで、小割りで、はい、子供にも会えず、はい、嫁にも会えず、まあ、嫁、まあ、元嫁だから必要性ないんやけど、はい、っていう、なんか、ふわっとした情報や。はい、なんかこう、
がっつりしたしくじりの話を聞きたいなと。そうですね、まあ、24の時に結婚、まあ、して26で離婚したんですけども、まあ、24の時に、結婚したのが大学のサークルの後輩で、まあ、高校の中の信者さんとかではないんですけれども、まあ、その時にですね、私が非常に愚かでして、向こうは21とかだったんですけども、あのですね、5歳差、3個下ですね、年齢は。はい、でですね、まあ、まあ、ゴムをつけておりませんでして、で、あの中に出しまくってたら子供ができちゃった。いや普通やろ中学生の正常人にならないそうで子供できちゃって、ああどうしよう、なんかでも下ろすわけにもいかないし、関係者とかからはだいぶそれで顰蹙を買って、で元嫁 もう就職が決まってて、まあ音楽の法学部だったんで、まあ結構大手のところに、まあ、就職が決まってて、それもまあ結局行かないことになったりとか、うん、まあしたりとか、あとはまあそもそも僕の父親がやっぱ劉邦だから、劉邦の孫になるわけじゃないですか。そうやな。だからちょっとその関係者の中とかはやっぱその劉邦の孫っていうのも、まあ、はっきり言って犯罪者の孫みたいな感じだと。いやいや、そんなこと犯罪者ではない。いやもうギリ、もうほぼ犯罪者。あと大川家の方はやっぱちょっと親戚同士のお付き合いとかはできませんみたいな感じで、あの劉邦としてはそのやっぱ信者さん あの娘さん、まあ、清水文香みたいな、ああいう人とあの僕を結婚させたかったなんですけど、信者と結婚させたかったわけね、はい、なんですけど、信者でもないその、まあ、どこの馬の骨かもわからんのようなやつを絡ませやがって、このバカ息子がみたいな感じですよね、劉邦からしてみたら、まあ、だからあのちょっと付き合いはできないと。で、あの一応顔合わせはしようみたいな話を最初したんですよ。地方に住んでる人なので、東京までわざわざ来てもらって、僕と元嫁と、元嫁の、ご両親と、劉邦と、あの劉邦の5歳の塩さんっていうセカンドマザーで、ご飯を食べようっていう会をセッティングしてて、夕方6時ぐらいから、スタートする予定だったんですけど、その日の、午後2時ぐらいに電話がかかってきて、総裁先生はやっぱり行かないことになりましたとか。ドタキャンしやがったんですよ。ドタキャンしやがったんですよ。でも僕も全力ドキドキですよ。あちらのご両親、すいません、うちの父が本当に申し訳ございませんっつって。なんだお前みたいな。お前、かのはらませるわ。親父と、セカンド、5歳は来ないわ。みたいな。まあ、5歳さんも来へんかった。来ないです。じゃあ誰も来へんかったと。はい。大掛川は誰も来なかったです。おー。はい、それがでもあったけども、結局は一応席入れたわけ。席入れました。はい。で、なんで離婚したの？ですね、性格の不一致です不倫とかではないです。性格の不一致って、うん、分かる分かるですよね、ですよねそういうことにしとかなあかんやつとか言われるとな。いやいや、そう、まあ一番、まあ、いっぱいしくじりしまくってるんですけども、うん、まあ、一番大きなしくじりといえば、うん、清水文香さんと、うん、結婚 させられそうにされて、それを断ったら父親がブチ切れて、それで、僕が父親と縁を切って、それで YouTube で本当はこんな悪いことしてるぜあいつみたいなことを暴露しまくったら、2億円訴えられたっていう、これが多分一番でかいしくじりですかね。でも今ヒロシも訴えてるわけやろ。あ、訴えてないです。あ、訴えてないの？訴えてないです、訴えてないです。一方的に訴えられてるだけです。あれ、訴えられて訴え返してみたいなことしてなかった？あ、できるんですけどやってないですね。え、なんでなん？いや、めんどくさいんで。まあ、どうせ、まあ、訴訟、まあ、2億円訴えられてるんですけど、名誉毀損とかなんで、うん、まあ、もう負けても、まあ、せいぜい数十万とか、そんなレベルなんで、まあ、別にやってもしょうがないっていう感じですし、もう YouTube 始めて 3年弱ぐらいなんですけども、うん、最初は、まあ、僕が嘘を言ってるのかもしれないみたいなことを言う人も結構いて、幸福の科学側が言ってることと、うん、ヒロシの言ってることをどっちが正しいんだろうって分からないっていう人が最初結構いたんですけども、うん、そろそろ、まあ、なんですけども、3年ぐらい経ってもう勝敗がもう明らかにもうなってきちゃったんで、どう考えたって幸福の科学がおかしいなっていうのがもう世の中の評価としてもかなり定まってきたんで、別に今更こっちから訴え返す意味はないかなっていう感じです。まあでも訴えてきてるものは処理しなきゃいけないんで、まあ、それは対応してるっていう感じですね。対応してる、対応、まあ、処理してるって感じです、はい、どれぐらいなん、ぶっちゃけ。何ですか？月のお布施の額って。月どのぐらいだろう、まあ40億はいってると思いますね。今でも、はい、今でもそれぐらいはあると思います。遺産相続めっちゃ大変。ああ、そう、それ結構えぐいことになると思いますよ。で、お父さん秘書ってさ、はい、どうなの？そうですね、まあ、なるべく女性は、まあ、20代の、まあ、見た目が綺麗な女性を選ぶようにしてました。で、35歳いたら大体お払い箱で他の部署に異動になるんで。
芸能人の信者さん、はい、さんってそうなの、はい、です